ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢屋八幡 TV。 本日も歴史について解説してまいります。本日はですね、淀駅ですね、京阪の淀駅の水路のに咲きます河津桜を散策しまして、その後淀城跡のですね、石垣を見てまいりました。昨日河津桜で解説しましたように、河津桜は早咲き桜としましてですね、静岡県の伊豆半島の河津の方から出た桜のようです。まあ、桜についてはそういうことで非常に見事でして、200本ぐらいあるらしいですね。それで、本日は大変な観光客や見物の方がおられました。それでですね、淀城についてちょっと考えてまいります。まあ、淀駅と言いましたら、ただ京都競馬場がありますんで、そこで降りられる方が多いんですが、本日は競馬はなかったようで、桜の見学客が多かったです。淀城というのは淀古城と新しい新城とあるようでしてですね、天正17年1589年にですね、茶茶ですね、側室の秀吉の側室の浅井茶茶がですね、淀城に入って鶴松を産むところとして、弟秀吉の弟の秀長が、改修して、秀吉から茶茶に与えたということで、ここから淀君淀殿という名前が出ているということですね。またこれ浅井というのは野村の妹と浅井家が婚姻を結んで、そのお子さんがチャチャですんでね、この浅井というのも不思議な家のようです。突然現れて、姉川の戦いですかね、琵琶湖の北部の方で、それで突然現れて突然滅んでいくということですけれども、このチャチャの妹の王の方は秀長と婚姻を結んで家光を産んでおりますし、娘さんは春子ですかね、和子と書いて、それで、後水尾天皇の中宮に入っております。それと千姫もそうですよね、秀頼と婚姻を結んで、長く世に残っていってるんじゃないかと思いますけれども、その家系がですね、もともとは諸延の森屋と関係があるんじゃないかという話もあるそうです。これはまた何かで当たった時に考えていかないこうと思っております。それと淀の古い方のお城というのは、今淀駅の近くの石垣が残っているところよりも、500メーターぐらい北側にあったそうでしてですね、これはもともとこの淀君が入ったのもそうですね、その古いところを改修したということで、水陸の要所であったということです。何度も申しましておりますように、当時は、水が多く、こう淀川から今のように治水工事されてないですから、小倉池として大きな湖みたいな池がありまして、で、木津川とですね桂川、
それと宇治川といろいろ重なり合う要所であったようです。お城としまして牧島城ですね、この小倉の方に近鉄線と京阪線があるんですけども、近鉄の方の向島の駅の近くに牧島というところが残っておりますけれども、そこの お城とですね、二大書店であったということで、でまた対岸にですね、明智光秀との戦いがあったとされる天皇山ですね、秀吉との山城城、山崎城ですかね、山崎城は軍事要塞であったということです。このように川が入り組んでおりまして、そこに城を持っていたということですね。向島なんかにお城があったようです。今はもう残ってないですのでね、イメージするしかありません。それで、元和9年1623年ですね、江戸幕府になってから、伏見藩から淀藩となってですね、新しく徳川家ですね、松平定綱が淀藩を起こして、そこに作ったのが今の石垣が残っている淀城になるようです。家綱が命じたということで、ね、幕末まで続いたようです。それで、鳥羽伏見の戦いでですね、敗走していく幕府軍が淀藩に、入るのを求めたところ拒絶されたという話もあるそうです。それで、古い城の方は桂川と宇治川に囲まれておりまして、新しい方の淀城というのは宇治川と木津川のこう所定になっているというということです。本日もここ同じ伏見区で住んですけど、ものすごい遠いです。宇治川にこう入りまして、そこから淀川の方を自転車で走っていたんですけれども、非常に遠いです。ですが、もう帰りなんか土手を走りましたら、ウグイスが鳴いてまして、のどかで春を感じさせる場所であるということで、伏見からこの淀藩、それで枚方の方を行って、それで大阪、この宿場町やったようですね。で、淀というのは、淀みの与える通であるということで、大変な港、川の横にある港やったようです。というふうなところですね。淀というのはなかなか私も京都に住んでいて、京阪に乗った時に横で見る大きな競馬場があって、その後淀城の石垣を見るだけですけれども、歴史を紐解くといろいろあるようですね。もともとの淀古城というのは室町に遡るようです。というところで、本日は河津桜を散策しまして、淀城について考えた次第です。またこの浅井朝倉というのはとても不思議なところで、して、天皇家ともいろいろ交信あったかもしれませんね。ひょっとしたらその表に出てきた八田ガラスかもしれません。ちょっとまた考えてみたいと思います。室呂部だったら可能性はありますわね。
いろいろ歴史の中に、こうこのように作っていくということですね。今も同じことが起こられていると思います。表には出ません。しかし、彼らの思う通りに、まあ言うたら水路を作っていくということですね。で歴史が流れるようにそういうことであると思っております。本日の解説はここまでにいたしまして、明日またどこか散策しましてですね、歴史解説、京都の歴史解説させていただきたく思っております。なかなか思いつくのが大変です。もういくらでもネタはありますんで、またアップさせていただきたく思っております。本日はどうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。